안녕하세요カオルです。はい、ということでおはようございます。現在7時50分でございます。今日もね、元気に朝ごはん食べに行きたいと思うんですけれども、今日は皆さんの大好きな市場ご飯でございます。市場って言われるとね、いろいろあると思うんですよ。関ジャン市場とか、関ジャン市場しかちょっと思いつかないんですけど今回は明洞のすぐ横にある南天門市場に行きたいと思います。南天門市場っていうとね、みんながなんかよく知ってるというか印象に残ってると思うんですけど、カルコクス通りの三姉妹のねお店だったり、あとはカルチ通りって言って、すごい前に撮影したんですけど、タチウオの煮付けがねすごい有名な通りがあったり、あとは食べ物通りって言ってチゲとか焼き魚とかね、いろいろ売ってる通りがあったり、あとは屋台飯、野菜ホットとかが有名で食べ歩きがねできたりするんですけど、今日はそちらの方で朝ごはんを食べに行きたいと思います。ということで、ね、今から行こうと思ってる店が8時オープンなんですけど、どうやらねお昼ぐらいになるとなんか人がすごい増えるらしくて、今日はちょっとオープン時間ぐらいに、そこ行ってみたいと思います。で、南天門市場なんですけど、もちろん明洞から全然歩いて行けるし、最寄りの駅がね4号線が通ってる平安駅ってとこなんですけど、平安駅の5番出口が一番近いので、今日はそこから道案内してお店の方行ってみたいと思います。じゃあね、いつも通り、道案内から始めていきたいと思います。それでは、じゃじゃーん、はい、こちらが、平安駅の5番出口になります。で、5番出口から出たら、市場の方に、向かって入っていきます。っていうかさ、8時なのに結構お店開いてんな、早い、みんな。そしてここが、有名なカルコクス通りです。で、カルコクス通り過ぎて、お、ここかな、じゃん、こちらになります。ちょっと今目の前にトラックいてあれなんですけど、ここですね。何のトラックだろうと思ったら、ここのお店のトラックだはい、こちら入っていきたいと思います。안녕하세요지금갈국수되나요네안으로올라가세요네들어가세요네이제공물도있어요와하나더계란계란계란すごい隠れ家っぽい。うわあ。じゃん、これがメニューになります。ソンカルゴクスとか、あとセウマンドゥ、カルビマンドゥとかもありますね。お水とキムチはセルフだそうです。で、なんかブログ見たらセウマンドゥが売り切れになるぐらい人気らしいので、セウマンドゥも食べてみたいんだよな。あのね、あのカルコクス今できますかって聞いて、あ、できますよって2階に上がってくださいって言って、あのだからめっちゃマンドゥ作ってるところをね通過したんですけど、これ私降りてて注文した方がいいのかなちょっと注文してこようかな。カルコクスとセウマンドゥ気になるな。저기요혹시여기선물인가요선물이에요아칼국수요칼국수랑새우만드는되나요새우만드요아새우안기다려야돼요안돼요그러면칼국수하나만주세요注文入ってなかったみたいですね皆さんも気をつけてください。そう、セウマンドゥちょっと食べたかったんだけど、オープンしてからすぐは多分作っててまだ間に合ってないっぽいので、今日はソンカルコクスだけ食べたいと思います。残念。なんかね、ここに来た人のなんか口コミとか Vlog 見たん、あ、Vlog じゃない、ブログ見たんだけど、夕方っつったかな、4時か5時ぐらいに来て、カルコクスとそれからセウマンドゥ食べに来たんだけど、売り切れて食べれなかったんだって。で、なんかそれがすごい美味しいらしいんだよ。その人はセウマンドゥがなかったからカルビマンドゥを頼んだんだけど、カルビマンドゥもなんか美味しかったって書いてあって、セウマンドゥ売り切れになるぐらいだから美味しいんだと思うんだけど、でカルコクス食べればお店の中で食べれるからこうやって2階に上げてくれるんだけど、大体みんなここはメニュー表を見ると小ぎわマンドゥって書いてあって、お肉のめっちゃでかいマンドゥみたいな。ということで、じゃあ今頼んだので待ってみたいと思います。あ、でちなみに、お水がこの後ろに、これセルフで、でこっち側に醤油があるので、もしセウマンドゥとか、カルビマンドゥ頼んだりとかした場合はここから、醤油を自分で持ってくる感じですね。でこれが、セルフで持ってくる醤油で、これが醤油の皿ですね。若干前には患者の直後マン何というかにでいっすよって書いたんだけど、醤油は少しだけマンドゥにもともと味がついてますみたいな感じです。で見てじゃん、この人あのトロットのね有名な歌手なんですけれども、韓国でバンタンよりも売り上げがいい、
芸能人だそうです。おばちゃん世代にすごく人気で、はい、おばちゃんたちになんかツアーとかあるとめちゃめちゃチケット買ったりとかするらしくて、めっちゃでかいとこでライブやっても席が埋まるぐらいの人らしいですお水がここにあって、このカンジャンの横にコップがあります。で、多分このお皿がキムチを予想お皿だから、ここにね時間っていうか、なんかもうちょっとしたらキムチが持ってこられると思います。私オープンしたてだからまだキムチないんですけど、はい、こんな感じですね。こんにちは。キムチが出てきました。혹시그거만두포장하고싶으면지금시켜야되나요나중에시키면돼요네말씀하세요감사합니다다네出てきましたのでお見せしたいと思います。あっ、どうやって持ってきたのこれ。じゃじゃーん。はい、というとこちらが私が頼んだ損害国酢でございます。で、こちら値段が7000ウォンですね。また私が知ってる損害国酢とはね麺が違いますね。なんか結構さ、損害国酢ってこうなんていうの、縮れ麺的なやつが多いんだけど、ここのは縮れではなくてちょっと細めですね、麺が。ここにねヤンニョムチャンが入ってて、海苔が入ってて、それからこんな感じで油揚げが入っております。こちらがね、キムチです。で、本来は自分で持ってくるんだけど、まあ、多分私が最初のお客さんだったから、キムチ出すついでにおばちゃんがキムチを添ってくれました。めっちゃ温まりそうなカルボックスなんだけど、美味しそう。じゃあ、混ぜて食べていきたいと思います。ここにね、ちょっと縦器が入ってるので、これを混ぜながら。量やば。見て。めっちゃ量あるんだけど。美味しそう。じゃあそれではいただきます。見て、量やば。じゃあちょっとスープの方から味見ていきたいと思います。あ、縦木がそんなに入ってなかったじゃん。でも結構なんていうんだろう、最初だけちょっと辛い感じが強い、後に残らない辛さですね。美味しい。激辛までいかないけど、一口食べた時にこれ多分辛いのあんまり食べれない人食べれないかもと思ったけど、最初だけあ、やば、これめっちゃ辛いかもみたいな感じがあって、その後ね、後に引かない辛さですね。いや、これ美味しいわ。また初めて食べるカルボックスの味。ピリ辛好き、絶対ここのカルボックス好き。辛いのが食べれなくても、タテギが後入れだから、注文するときにタテギペチセよって言えば、多分赤いの入れないでくれると思います。でも入れた方が絶対美味しいけど。いや、なんか私的に冬は韓国料理みたいなとこある。なんかあったかいものが多いし、韓国って冬めっちゃ寒いじゃん。だからなんかカプサイシン使ってるからかわかんないけど、温まる料理が多い気がする。もちろん夏もネンミョンだったりムルフェだったりピンスとかもあるけど、なんか冬がなんかやっぱ韓国だなみたいな感じある。で、さっき私がおばちゃんにマンドゥ頼む場合は今頼んだ方がいいですかって聞いたんだけど、ここを出る時になんか今食べてる韓国菜とかお金払うんだけど、その時に伝えてくれれば一緒に計算してその場であげますよっていうことで、ここの名物のでっかいマンドゥをね、それだけ買おうとすると外でめっちゃ並ばなきゃいけないんだけど、中で食べた場合はなんかすぐくれるらしくて、ライフハックじゃないけどそんな感じの裏技もありますので、知ってるとお得かもしれないです。てか、このお店私何回も前通ったんだけど、並んでるから食べれなかったというか、食べなかったというか、寒い中暑い中待つの嫌じゃんだからあれだったんだけど、こんなお店の中で食べれるの知らなかったの。昨日いろいろブログ漁ってて見つけたんだけど、偶然外にはさ、お客さん並んでたけど、この時間だったら上全然空いてるしいいわ。
え、てかさ、今すぐ横にさ、こうやって鏡があるんだけど、鏡があるからさ、髪の毛の色見えるわ。なんか縛った時の髪の毛の感じがわかるんだけど、可愛くない？でね、今日の朝私いつも乗るバスよりも2本ぐらい早いので来たのね。いつもよりなんかミスターにせかされて、あーと思いながら家出てきたので、だいたいいつもオープン時間ちょい前とかそのお店に合わせて到着するように出てくるんだけど、今日はこのお店が開く1時間前に近くに到着してでスタバにいたのね。家出る時とかさ、準備してる時はあと30分寝たのにと思いながらなんかグズグズしたくしてたの。バス乗って到着して、あー1時間もあるわ、1時間寝れたなとかなんかいろいろ考えてたんだけど、朝スタバ行ってあったかいコーヒー1個頼んでなんか座って40分ぐらいスタバにいたんだけど、なんかその時間の間ですごいなんていうの、こうめっちゃさっぱりというかすっきりして、時間の余裕の素晴らしさというか、朝の余裕があるとこんなに人間落ち着けるんだみたいな。だいたい私いつもさ、なんかバタバタして支度してバタバタ到着してバタバタ撮影始めるから、私はギリギリまで寝てたくてギリギリにお家出たい人間だけど、時間に余裕を持って行動する人ってこの余裕の良さを知ってるからそうやって行動するんだなと思って、いつも乗るバスよりも早かったから席も全然空いてたし道も混んでなかったし、なんか余裕っていいんだなと思って今更気がつきましたね。これなんだけど、私ピリ辛って言ったじゃん、辛ラーメンとか食べれば全然食べれるレベルです。だから私ちょっとピリ辛って言ったけど、そんなに覚悟する必要はないって感じかな。ただ辛くないと思って食べたらびっくりするみたいな感じ。多分ここの2階のこと知ってる人あんまりいないと思うんだよね。結構穴場だと思う。三姉妹のお店がさすぐ横にあるから、多分ここ通り過ぎた人すごいいっぱいいると思うんだけど、でもその中でここのお店なんでこんなに並んでんだろうって思って見てた人いると思うんだよね。そんなに並ぶならさ気になるよね。昨日さ YouTube でショーツでおすすめ出てきたんだけど、あの木村拓哉さんの娘さん2人いるじゃん、その2人のライブの切り抜きみたいなショーツだったんだけど、視聴者さんに動物の森やってるみたいな質問をされたんだっけな、なんかとりあえずその動物の森に関して質問をされて、それに対してここみちゃんが動物の森って言って、うちにあれがないんです、ピコピコがないんですって言ってて、そしたら横でこうきちゃんが動物の森、動物の森って何、どんなゲームみたいな話をしてて、でなんかココミちゃんがいやなんか動物のキャラクターと一緒になんかみたいな感じで、なんか説明もよくわかんないけどこんな感じみたいな感じで説明してて、えあの世代で動物の森知らない人いんのと思って、でしかもピコピコがないですってゲーム機がない家ってどんなに家と思ってびっくりしましたね。なんかすごいなんか人間ってこんなにも違えるんだぐらいの違いを感じた。うん、でもなんかその後関連出てくるから見せたんだけど、お姉ちゃんのココミちゃんの方はなんかちょっとアニオタっぽくて、ハイキューのひなたの誕生日の日すごいなんか今日ハイキューのひなたの誕生日なのみたいなやつだし、あの二人さ英語ペラペラじゃん、でなんか敵のことをヴィランって言って、でその後ヴィラン連合のって言っててあこれ昨日見た僕赤のやつだって言ったんだけど、僕赤ってえらくしかった、最近はヒロアカで定着したけど最初の方ってヒロアカじゃなくて僕赤って訳してもらって、だからえ初期ペンなんと思って、そんな姉を持つコウキちゃんは全然なんかアニメとかゲームとかあんま興味ないっぽくて、コウキちゃん朝起きてすぐストレッチしてなんか走ったりとか30分ぐらいね運動してるってやばくない、そこでもなんか人間ってこんなにも違えるんだみたいな感じましたね。朝起きて30分運動してみんなが起きてくるまでは勉強したり本読んだりしてるらしいよ、やばない、そんな生活できるのやばない、漫画の世界だけかと思ってたの。なんかその努力すげえなと思ったし、なんかゲーム我慢できるのすげえなと思ったんだけど、それが当たり前だからゲームしないのも別に努力じゃないし、朝起きて運動するのも努力じゃないのかな。먹었습니다. 칼국수 한 개라면.
고기만 다 하나 보장해주세요. 몇 개? 다섯 개 오천원. 네, 그거면 그렇게 하나 주세요. 네, 아, 다섯 개. 다섯 개는 드시는 것도 아니고요. 네. 하셨어? 아니야, 아 그거 지금 뭐지 포장도 부탁했거든요. 아, 네네네. 얘기해? 네. 그럼 먼저 계산해 주실래요? 네? 먼저 계산해 주실래요? 그 아까 말씀드렸는데. 그쪽으로 계산하셨냐고. 아, 안 했어요. 고기 다섯 개. 네. 저. 醤油をくれたので多分つけて食べるとなんか美味しい感じなんだと思うんだけど、ちょっとどんな感じか食べてみたいと思います。一個で今外にね、なんかおばちゃんがもう何百個ぐらい買ってたんだよね。なんかどっかに届けるかわかんないけど、それぐらい美味しいんかと思って、なんか一個食べてみたら。見て、こんな感じ。 肉まんぐらい大きいのかなと思ったら、そうでもないですね。普通のまんじゅうに比べたら確かにワンまんじゅうって感じ。じゃあいただきます。 うまっ、うん、これ美味しいわ。うん、あ、これは美味しい。これは分かる、並ぶ。うん、これ全然並ぶ価値あるし、美味しい。うん、めっちゃ美味しい。並んで食べる価値あるわ。うまっ。 ごちそうさまでした。韓国酢もちょっとピリ辛で美味しかったし、最後に買ったまんじゅうもうめっちゃ美味しかったマジで。いや、あれは並ぶだけあるし、めっちゃ何百個も買って人に配るだけあるって感じだった。で、もしね、やっぱり韓国酢通りに行きたいって人がいたら、韓国酢通りで韓国酢食べてまんじゅうだけね、買って、食べてもいいと思います。で、5個入りだから、あ、ちょっと量多いかもと思ったけど、1個のサイズがこの具サイズぐらいだったから、1個食べて、あとはホテルにお持ち帰りして、で、しても、いいと思います。ということでね、なんかスタバで新作が、冬の新作が出たっぽいので、スタバに行きたいと思います。で、今この時期だったらクリスマスのね、 MD新しいのはこれですね。ピンクカモミールリラクサですね。ピンクカモマリラクサとトッピーナッツラテですね。これも美味しそう。抹茶クリームブリュレラテ、ダブルエスプレッソクリームラテも新しいんだ。それから激うまって話題のこれですね、クラシックミルクティー。じゃん。はい、ということでこちらが新作ですね。ダブルエスプレッソクリームラテでございます。新作はね、さっき見た通り4種類ぐらい出てるんですけど、その中の1つです。なんかミルクティーをめっちゃ美味しいって見たから気になったんだけど、とりあえず今回はこれにしてみました。ということで、じゃあ飲んでみたいと思います。じゃあいただきます。あ、めっちゃコーヒーの匂いすごいする。うまい。うん、コーヒーの味が超する。これうまっ。ちょっと甘めなんだけど、コーヒーの味が すごいするから飲んだ時にこう鼻に抜ける香り。いやー、スタバ天才だわ。これ日本にもあるか分かんないけど、めっちゃ美味しい。うわー、うま。これはうまい。さっき見せた通り、今ね、ちょうど今の時期はね、クリスマスの MD が出て、すごいなんか可愛いんですよ。
てかなんだろうね、クリスマスとかハロウィンってめっちゃさグッズ可愛くない？スタバに限らずクリスマスのこうなんていうの、赤と白と緑のこの感じとか、ハロウィンのオレンジ紫黒とかさ、なんであんなに可愛いんだろう。あ、今日はすごい余裕のある一日だな。バス乗り過ごしたけど、はい、ということでごちそうさまでした。どうだったでしょうか、皆さんの大好きな一番朝ごはん。多分久しぶりだったと思うんだよね。てかね、今日本当は食べ歩きしようと思ったんだけど、なんか雪が降るっていう予報だったし、なんか寒いから食べ歩きは暖かい日にしたいと思います。なんでもんっていうとカルグクス通りとか、あと食べ歩きとか野菜ほっとくとか、タチウオ通りとか美味しいもの通りとかね、そこら辺が有名なんですけど、今回は私的には超穴場だったんだけど、みんなも知ってたか分かんないわ。持ち帰りのマンドゥだけ売ってると思ったら、そのお店の奥に 2,3 階で食べれるところがあって、多分知ってる人も少ないからか分かんないけど、お客さんも全然いなかったし、中で食べれるって知ってる人が少ないからか分かんないけど、持ち帰りの列はすごい並んでたけど、お店の中は全然ガラガラだったし、私的にはね結構大成功ですね。それから中で食べると、みんなが並んで買うマンドゥが並ばずに買えるっていうね。でもなんかお店がバタバタしてたから、私がお会計とマンドゥを頼んだけど忘れ去られてたけど私的にはまあ総合的には良かったかなって感じです。であと最後に買って食べたマンドゥ、こぎマンドゥなんですけど、めっちゃ美味しかった。マジで中に味がついてるから醤油とかつけなくても全然余裕で超美味しいし、私的には美味しかったですね。で私が食べてたら、通りすがりのね日本人のこの旅行客さんが、え何あれ美味しそうみたいになって、あそこのお店かな、並ぼう並ぼうみたいな感じで並んでたから、心の中でそう大正解と思ってそんな感じで見てました。まあね、韓国旅行来ると食べたいもの行きたいとこありすぎて絞るの大変だと思うんですけど、私的にはカルグクスも美味しかったけど、おすすめなのはマンドゥで、食後に来たスタバなんですけど本当に大正解でした。エスプレッソとかコーヒー系のこの香りとか味が好きな方は絶対に好き。でもちょっと甘めだから、甘いの全くダメな人いると思うので、そこら辺はちょっと気をつけた方がいいですね。まあこんな感じですね。ということで今回は久しぶりの何でも朝ごはんと少し食べ歩きでした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면 오늘은 여기까지. 終わり。